ねえねえなんで返信くれないのずっと待ってるんだよ既読スルーですかなんでそんなことができるのお返事するのって常識だよね君のことを思って時間をかけた真心を無視するんですか君は非常識な人だったんですか 本当がっかり昔はそんな人じゃなかったよね優しくて私の気持ちを聞いてくれて朝まで話してくれたいつからそんな人になったの初心を取り戻してくださいあの頃にどうか戻ってくださいお願いしますねえ 気づかないふりするのやめてよバレバレだよだってお家にいるのわかっててイルス使われてたらドアを叩き続けるでしょインターホン鳴らし続けるでしょそれと一緒だよ君がお返事してくれないから100回メールを送るはめになるんだよ最初から返信くれてたらこんなことしてないもうわかったでしょ君のせいなんだよ 君が私をそうさせてるの想像してみて炎天下で夏の暑い日に君の家の前でずっと待たされている姿を雪の降る寒い冬にかじかんだ手でスマホ握りしめてる姿を本当トかわいそうそれでも胸が痛まないなんて人としてどうかしてるよ狂ってる 手首が痛い痛いよ腱鞘炎になってたらどうしよう日常生活送れないよ君が不安にさせるから最近全然眠れないし責任取ってねだって君のせいなんだもん病院行かないといけないかな先生に理由を言ったら君は犯罪者になっちゃうかもしれないね嫌だな 私の好きな人が犯罪者だなんてえタイムラインに君の新しいつぶやきがあるどうして暇なの時間あるんじゃん嘘つき信じられないだったらさっさとお返事してよ私が怖い 君がそうさせてるのに。私だっていつも可愛くいたいよ。君が安心させてくれないから私がこうなるんだよ。なんでそんなひどいことが言えるの怒ってない感じ悪いな君がすぐ答えてくれないからここまでしてるんじゃんさせてるんじゃん。 お仕事終わった頃かなどうしてまだ返信来ないよ